朝7時ここは会議室、今の自分たちの家です。ただ1ヶ月すごくいいです。で、朝ジムがありますんで、で、これからトレーニングをしなきゃいけないんで、というか全然できてないんでします。やばい、そろそろ今度8000メートルなんでやっぱり体力が必要なんで、自転車とウォーキングかな。やばい、これも毎日やんないといけないかも。キロ5キロなのにバテバテだ。やば、8000メートルまでに朝は1時間走りと自転車で、夜が重りをつけての階段上りかな、少なくとも。あとプールかな。体力はやっぱついてた方がいいと思うんで、筋肉はいらないんですけどね。200でリタイアするわけにはいかないんで、次エベレスト、その後にも他にもいろいろと南極とか行きたいとこはいっぱいあるんで、やばいな、そろそろ。最近太ってきた。じゃあ今日はそんなとこっす。これは紅生姜です。紅生姜ですね。あとネギ入れたりもするけど、僕はネギは入れない派ですね。で、あとは、もう、たっぷりと、半額ぐらいですね。これぐらい。僕は割とあの銀だこ風に仕上げますので、はい、あの銀だこはものすごい油使うんですね。なんかこうなんですかね、揚げる、半分揚げてるみたいな感じなんです。油を使うと外が結構カリッとしやすくていいですね。うまいっすね、さすが。もう職人ですから。うまい。タコじゃないバージョンもあるんですけど、あの日本だとシャウエッセンをこう同じように切って、であのとろけるチーズと一緒に入れるとうまいんですよ。こっちはあのシャウエッセンみたいなウインナーはあの食べれない人が大半なんで、あの豚肉ですからね。あ、今のところ鈴木さんは木を見て森を見ないから、ちょっとたこ焼き出ちゃってる。ああ、出てますね。ちょっとね、バレてます。そうなんですよ。これどうしようとか思っちゃうと無理です。ラム。で、こっちがチキン。いや、いいよね。